中でも生き残ることを信じている。神聖さは概念や書物の中ではなく君自身の中にあるのである。ぼんやりと本を読むのは目をつぶったまま美しい風景の中を散歩するのと同じことである。日常生活を忘れるためにではなく我々自身の人生をもっと自覚的にしっかりと把握するために我々は読書すべきなのだ。世間はどうやら賞や祝福、電報、それに7000通の手紙でもって私を死刑にしようと思い立ったようだが、私に出会う人々はこの上私から感謝という犠牲まで要求しないでほしいものだ。私の毎日は雑草を抜くことで満たされている。それは私にとって没入できる作業である。それは完全に解放された仕事である。長い時間を庭で過ごした結果、私はカゴに 3,4 杯分の野菜を収穫する。庭仕事にはそれ自体何か宗教的なところがある。地面に膝をついて草取りをすることで一種の儀式を執り行っているのだが、それで私はいつもよみがえることができる。そう、時折父は会話の中で何気なく今取り掛かっている自分の仕事のことに触れて話していました。例えばある時、庭で草取りをしながら、これはとても退屈な作業だが私には全然そんなことはない、ガラス玉遊戯の大部分はこうして出来上がったんだ、手作業だから手は忙しい、だが機械的な単純作業だから頭の方は自由に働く、何もせずにただ机に向かってじっと座っている時よりも庭で手を動かしている時の方が仕事がはかどるんだと言ってました。僕は君の手紙のことを忘れてしまったわけではない。僕の両目は疲れてほとんどいつも傷んでいるし、両手は関節炎と痛風で曲がってしまい、手紙を書いたりタイプを打ったりすることが大変なのだ。目にとっては次々に来る手紙より花や子猫を眺めたり気に入った詩を読んでいる方がありがたいだろうし、手にしてももっと楽な気晴らしを見つけられるだろう。老いと動脈硬化は進行する。時には血液がもうちゃんと脳に流れていかないこともある。だがそれなりのプラスの面もある。多くのことをもう聞かなくて済むし、あまり痛みを感じないで済む。そしてかつて私と呼ばれたあの本質の一部はやがては全体がそうなるであろう状態にもう到達しているのだ。父は一日のスケジュールをかなり厳密に決めていました。11時に郵便配達が来ますが、その前には庭にいても、あるいは何かしなければならない仕事をしていても、午前中はお客さんも訪問者も誰であれ父に話しかけることはできませんでした。彼の妻を除いてはね。それから昼食とコーヒーになり、それが父がお客さんを迎えたり対話をする用意のある時間なのでした。夜は普段は食後父は横になって、妻か私たち息子の一人が朗読するのにじっと耳を傾けることに決めていましたが、時にはラジオの番組欄に父の聞きたい音楽番組があって、時間帯にもよりましたが、お客さんや来合わせた人も一緒に聞くことができました。
人は老いとそれがもたらす全てのものを受け入れなくてはならない。この皇帝と自然が我々に要求するものへの諦めがなくては、その年代だけが持つ価値も意義も失われる。そして我々は人生を欺くことになる。人生には意味があってほしいものだと我々は願う。だが人生は我々自身がそれに対して用意ができているだけの意味しか持たないのだ。つまり我々が愛し身を捧げることができればできるほど、それだけ一層我々の人生は意味深くなるのだ。同情や愛情は我々をより豊かにする。所有欲や名誉欲や権力欲は我々を貧しくする。ああ、全ての英知はなんと簡単なことだろうか。シッダールタが生まれるよりずっと前からそれは言葉として言い表されていた。それがなぜほんの稀にしか我々のものにならないのか。人は忌々しいほどゆっくりと死んでいくのだ。歯の一本一本、筋肉や骨の一つ一つが親しい関係にあったみたいに、それぞれ別々に別れを告げるのだ。彼は姿を変えた。そして今度は本当の変身、永遠の変身を遂げ、半分から全体になったので、好きなだけ何度でも望むがままに姿を変えることができた。生成の不思議な流れが絶えることなく彼の血の中を流れた。永遠に彼は新しく繰り返される創造に関わった。彼は鹿となり魚となった。人間や蛇に雲や鳥になった。だがどんな形になっても完全であり一対であった。彼の中には太陽と月が、男と女があった。双子の川として大地を流れ、二重星として空にかかった。朝ヘッセの奥さんが、主人が朝食に姿を見せないのでとても心配だと私に電話をかけてきました。その瞬間私はヘッセは我々の元を去ったのだと思いました。大急ぎで彼の家に駆けつけると、奥さんがとても心配そうに私を待ち受けていました。私は私しか鍵を持っていない彼専用の部屋に上がっていきました。中に入るとヘッセが安らかに、でも固くなってベッドに横になっていました。左手には聖アウグスティヌスの告白を手にしていましたが、そこには口から出た血を拭った跡が少しついていました。私は物思いに沈んで立ち尽くし、私にとって親密な友人となっていたこの人を見ていました。机の上には彼の最後の詩が載っていました。第3番目の思考で死ぬ前に仕上げた最終稿でした。裂けて折れた枝がもう何年もぶら下がったまま風に吹かれ、乾いた音をきしませて歌う。葉もなく樹皮もなく、丸坊主で色あせ、長すぎる生と長すぎる死とに疲れて、その歌は厳しくしぶとく響く、強情に響き、ひそかに不安げに響く。なおもうひと夏、なおもうひと冬と。いかがだったでしょうか。
このところ5年ほどの間に日本の各地でいろんな形でヘッセの展覧会、水彩画の展覧会が催されましたので、展覧会場で展示されている写真のヘッセ、これにはおなじみの方も多いかと存じます。でもバラの花を摘んだり、あるいはボッチャというボーリングに似たゲームを楽しんでいるヘッセの動いている姿、これには初めてお目にかかる方も多かったのではないかと思います。近頃ヘッセは日本でも見直されておりまして、庭仕事の楽しみですとか、いろんな書簡集ですとか、私どもヘッセ研究会で出しましたヘッセへのいざない、こういったものによって評価し直されております。ところで、人間を党派や大衆という集団でしか見ようとしない政治、あるいはそれを極端に推し進めた非人道的なナチズム、これとの戦いを通じてヘッセがいかに個人としての人間、これを重んじる生き方をしていたか、これもご覧いただけたのではないかと思います。それは例えば、人生にとって一番大事なことは何かという18歳の青年からの問い合わせに対して、孔子を引用しながら、自分に対しては厳しく誠実に、他人に対しては優しく寛大にと答えた、このエピソードからも伺われたと思います。この第二次世界大戦の嵐が吹き荒れましたこの時代、ヘッセは第一次世界大戦の時のようなあまり表立った活動はしませんでしたので、まるで世俗を離れた隠者のような気ままな暮らしをしているように見えますが、実は亡命者ですとか、あるいは祖国ドイツにいる友人たちにそっと救いの手を差し伸べたり、その一方で自分に対しては実に厳しい生き方を貫いていました。この映像では触れていませんでしたけれども、この間の10年ほどの間を費やしてヘッセはガラス玉遊戯という作品に取り組んでいます。大変素晴らしい作品で、これをついに完成させたわけですが、作家としての総決算とも言うべき傑作です。こういうヘッセの生き方は、経済とか政治とか技術の発展とか、人間の外面的物質的な幸せのことばかりに人々の目が向いて、人間にとって一番大事なはずの心の問題、これがないがしろにされている。人々がさまざまな価値観に翻弄され、精神的に混迷している、そういう現代に生きている我々一人一人にとって強く反省を迫るものでしょう。